第29回衆議院議員総選挙は1960年11月20日に日本で行われた国会議員の総選挙である。野党第一党である日本社会党の立候補者数は過半数を大幅に下回っている。日米安保条約改定に反対する安保闘争が激しく行われて間もなかったが、投票率は3.48ポイント下がった。 安保闘争は選挙への影響はほとんどなかった。逆に、社会党と民社党の分裂により自民党が議席を増やした。自民党は経済成長の高まりから所得倍増計画を掲げ、安保から経済に争点を振り返ることに成功した。自民党は候補者を前回より14人減らし、399人、23万票まり減らしたものの、社会、 民社が分裂で互いに候補を増やしたことから296議席と議席を伸ばした。追加公認を合わせ300議席。議席率は64.2%。議席率は自民党最高峰の記録である。そして日本は高度経済成長の時代を迎えた。社会党は民社党の離反で候補者数を減らしたものの186人を擁立。選挙前に 浅沼委員長が暗殺されたことで同情を集め、民社党への離党者の分を18議席取り戻した。しかし前回の議席回復はならなかった。また、構造改革の是非について、長きにわたる党内の派閥構想が始まった。民社党は、社会党にとって変わる意気込みで、105人と多くの選挙区に候補を立てた。しかし、 自社両党に挟まれる形で23議席減の惨敗。社会、民社の合計では、候補者は45人増え、得票は125万票余り増えた。社会、民社両党は、積極的な擁立で票を掘り起こしたものの、議席には結びつかなかったと言える。共産党は2議席増、14万票を増やした。3議席と小勢力であったが、 共産党はそこを脱した形であった。これからしばらくの間、選挙のたびに得票を増やしていく。自民党社会党民社党共産党諸派、無所属補欠当選等。ありがとうございます。